まあ、例えばさっき紹介したトゥールビヨンとか、まあ、トゥールビヨンが2つついてるダブルトゥールビヨンとか、まあ、そうなんで、トゥールビヨンになるだけでも1000超えますね、はい、とか、まあね、結構つけてる方も多いですよ。リシャール・ミルっていうね、だいたい1800万ぐらいからから、はい、でも全然あの注文しても1年半ぐらい来ないっていう。それ作ってるから作ってますね。で、なんかあのそういう工房は軍事機密レベルで守られてるっていう、リシャール・ミルっていうと軽いですよ、めちゃくちゃ。持ったらびっくりしますよ、軽い軽いです。であのテニスそのままできたりとか、はい、ナダルとかがつけてますね、モデルでナダルとかだったりとか、まあ、有名ですね、まあ、3000万とか5000万とか普通にします。億超えるやつも普通にやります、はい、まあ資金があればリシャール・ミルもおすすめですね。まあスーツに合うかどうかって言われると、まあデザインによるんで、赤とかオレンジとか緑とかなんですよ、結構。あ、そんな派手というか。結構派手です、はい。まあ個人的にはすごい好きです、赤とかね、あれば。僕もいつかはつけたいなと思ってますけど、まあね、頑張って稼がないと。 YouTube でしっかり稼いでお客さん呼ばないと。はい、お客さん呼び込まないとダメですね。まあ番外編でね、ちょっと僕の好きな時計あるんですけど、すごいね、時計好きの方に教えていただいたんですけど、あのハリー・ウィンストンっていうね、時計、まあブランドありまして、まあ女性のね、ネックレスとか指輪とかすごい有名なブランドあるんですけど、まあ時計も有名で、そのハリー・ウィンストンがね、独立時計師って言って一本の時計を全部自分で仕上げるっていうか、独立時計師って呼ばれる有名な方、職人がいっぱいいるんですよ。そういう職人とコラボして数量限定で作る時計があるんです、オーパスシリーズ。ハリー・ウィンストンのオーパスっていうシリーズがあって、それがもう1本5000万ぐらいするんですけど、もうね、めっちゃ変わってるんで、僕はその時計いつかつけたいなと思ってますけど。それいつでも買えるんですか？それね、あの数が限られてるんで、なんか中古でたまにポンって出たりするんですけど、多分誰がつけてたかバレますね、あれ、おそらく、はい、ぐらいの時計ですね、はい、オーパスなんか13とか12とかあるんですよ。どれやったかな、僕一番好きな時計ね。それも5000万。そう、5000万ですね。まあ、他にもね、高い時計いっぱいあるんですけどね。あ、これや、オーパス14。あ、すごい。これ、あの動いてる動画見たんですけど、すごいですよこれ、はい、もうやばいでしょこれ、なんかもう時間はわからないでしょ、もう。わからないです、はい、とにかくでも可愛いでしょ。うん、奇抜、すごい未来感が、はい、オーパスシリーズはね、もう全部やばいんですよ、とにかく。まあね、後でここ出しますけどね、もう全部やばいです、オーパーシリーズは。時計好きの人は、みんな時計好きの人してるんじゃない、もうこれもやばいですね。これちょっと見にくいかな、これつけにくそう時間はわからないです、はい。これつけてる人いたら化け物と思ってください、はい。5000万5000万ですね、5000万以上、億超えてるやつもあると思います。どういう人が買うんですか、ね、これはもう金持ちでしょうね、はい。かもう資産価値高いんで、やっぱりそういう使い方するんですね、お金って。そうですね、はい。まあありますよ、フランク・ミューラーでもね、2億とかしてるやつもあるんで、なんか限定のやつとかで、はい。まあ、とにかく億を超え出すと、もうわけわからなくなる、時間がわからなくなります、時計。逆にね、はい、5000万、まあ億を超え出すと、もう時計の概念がなくなるっていう。時間は携帯で見てくださいレベルになってきますね、はい。僕の持ってるね、オーデマピゲも時間全然めっちゃ見にくいんですよ、はい。名前何だったかな、あれ、ミレネリー、ミレネリー、ミレネリーっていう僕の時計あるんですけど、ここ出してもらって、ミレネリー、時間は分からないです見にくいです、非常に。それどんな時つけるんですか？それはね、冬仕様にしてるんで、まあ冬につけてますってな感じで、はい、スーツに合う時計シリーズね、結構ね、編集大変だと思うんですけど画像引っ張ってこないといけないんで、まあなんかね、時計とか小物類ってやっぱなんていうんですか、男のロマンというかね、時計、車、カバンとか財布とか、まあ、こういうとこ結構ね、男性同士でこう、まあ意地の張り合いというかね、まあ、みんな見てる部分だと思うんで、まあ、特にな、時計つけないとかはあんまり良くないと思います、まあ、時計をつけることがやっぱビジネスマンはね、礼儀というか、時計もないやつはどうしたらいいんだろうっていうこともあるんで、まあぜひね、あんまりこう安物買いの銭失いっていう言葉もある通り、ある程度の時計をつけていただいたら、まあ価値もありますし、もしね苦しくなったら売ればいいんで、なんかこうね、いろんなお店でこうバーッとお金使っちゃうんじゃなくて、ちょっと我慢していい時計1本買っていただいたら、まずはいいかなっていう。僕も22の時に100万ぐらいの時計買いましたね、はい。それはまあ実家暮らしでお金貯めて買ったんですけど、まあ、成績がすごい良かったんで、販売員時代のまあチャンピオンになったぐらいのレベルなんで、ご褒美、
そうです、自分のご褒美に買いましたね、23歳か、うん、でもちょっともう使えなくなりましたね。その時すごい欲しいなと思って買ったんですけど、この年ではちょっとつけれない時計になっちゃいましたね、うん、シャネルのね時計だったんですけど、今つけてるとちょっと多分ちょっと違うなっていう感じになります、ね、まあ飾ってあります。まあね、時計ってこう思い出にもなっていくんで、ぜひ皆さん重要視していただいて、まあなんかね時計の雑誌とかね読んでいただいて知識を深めていただきたいなと思います。まあスーツとかと一緒でね、知識がないとやっぱり変な時計買っちゃうんで、まあそのあたりもしね僕にご相談いただいたらご相談にも乗れると思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後は宣伝になりましたけどいかがだったでしょうか。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。それじゃあまた。